こっち沖縄から最初に離れて大阪でしたっけ、熊本大阪の方です。何のために行ったのかっていうのをちょっと。もう出稼ぎですな、大阪で、17歳の時でしたから、で14年の10月に赤髪の昔のソースデイゾーですな、それが、沖縄に来ておるもんですから、沖縄から郵送で送ってきておったんです、家族はですな。で、見るともあまり期間がないもんですから、そのまま熊本に行って、沖縄にはもう行かずに熊本の方の舞台の方に行ったわけです。昭和14年の10月30日でしたからな。で、二人にすいません、向けて喋ってもらっていいですか、すいません。昭和14年の10月に、で、熊本の市長兵第6連隊に入隊した。で、入隊の場所に来たら、ちょうど沖縄から来た小学校のカルツの同級生が、金城という小学校時代から非常に仲のいい友達が、同じような舞台に入隊したもんですから、もう二人とも非常に心強く思っておりました。そして、入隊して黒石丸という熊本の菊池軍の兵隊の訓練所があって、そこはちょっと阿蘇山の麓の方に、で、非常に景色のいいところで、そこへ20日間訓練を受けて、したら10月のね、急に戦地行きというデイゾーがまた来たわけで、そして夜の夜中に予防注射を打ったりして、非常にきつい1週間ぐらいでした。で、27日に熊本出発して、いよいよ野戦行きの船の船を待って、文字の方で2日間は御用船の来るのを待っておって、そして28日には御用船に乗って、どこ行くかは全然分かりません。で、3日ぐらいしてか、12月の2日の頃でした。で、船のが止まっておるもんだから、甲板の方に上がってみると、その海がの潮が真っ赤な、この辺の大水のような色のした海だもんですから、友達、おい、同盟と、近所同盟と友達、ひょっとすると、要素かもしれないよ。俺ら、そういう子習ったの、要素の水は赤水粘土、大水のような色のさ、川だということを思う。小学校で聞いておったもんですが。して、それから
半時間、2時間か3時間ぐらいですが、そこ、あの、50名ぐらいの部隊がまたそこの寮で、小さい護衛船に乗り移ったんですが、で自分たちが乗っとる護衛船はそのまま川上へと行って、で、2日後に南京という、南京の方に着いたもんです。で、そこで全部船から降りて、どっかへと非常にあの綺麗な町の方の真ん中の方に南京城という中で宿舎があって、そこへ2ヶ月ぐらい上流に行く船、これは南京までの船は大きく、その次は次第に小さい船に乗るっつって、それで、で南京の方に約2ヶ月ぐらい滞在して、その間もすることもないで、また上流に行く船に乗り換えるのがまただいぶ小さい船で、そんで急行というところにまた降りて、でそこでまた小さい船にまた乗り換えして、武装というところに着いたのは12月のもうギリギリでした。そしてそこでから武漢三鎮というのも大きな都会です、町でしたが、で今度汽車に乗り換えて、で総理教という駅に降りて、でそこで一泊土営をしたんです。その土営というのはもう薄っぺらな街と、その、ま、真冬の寒い時の、そんで土営をしておったんです。寒くてもたまらないです。で肺炎を起こして入隊したのが、半日の出身の非常にいい元気なもんでしたが、肺炎を起こしてなって、その年入院したら、3日、4日ぐらいで戦死したという知らせを聞いたんですが、それで12月、25日頃に、その金蔵君とやっぱり別れになって、私は出動隊の50隊で50隊、金蔵君は3中隊という、まあ1個中隊300人か400人ぐらいおるが、その向こうは三通隊と、もう私なんかとっくりもう一つ山奥の方の部隊の方に配属になって、でそこで1月に来たもんですから、野戦教育というのを受けねえか、で2月の末頃までもう昼は演習、夜は警備、それで3ヶ月の教育を受けると、同時に 5月にちょっと余裕が来たなと思ったら、今度は偽装作戦という大きな作戦に参加するようなことになって、それをね、汽車乗って、
あ、その時はいや、こう歩いて、で、馬を引いてる舞台ですから、4日ぐらいかかって、武漢の方に着いて、そこから揚子江をまた渡って、で、北の方に向かって、武漢観光というところに、また一つ、あの、大きな、江北港という大きな揚子江の支流があって、そこをまた渡って、一週間ぐらいがかかったもんですが、いよいよもう第一線でも中国軍とのもう戦闘がしてるその現場までたどり着いて、そしたらそこのうちの部隊はあの補給部隊でだもんだから、もう大砲のを弾を運搬したり、食料を運搬したり、またある時にはもう敵と対峙して戦闘したり、よくやったもんです。そして半年間もう寒い冬、もう近づいてきた頃にはまた舞台へ、総理教というところの舞台に一回してきたんです。そしてそうこうしてるし、砂地変が勃発したもんです。今度またその戦闘準備をして、で馬やいろんな大砲とかいろんなのを整備をして、また造作というところ、そのかね戦闘に参加して、これは、まあ、その頃はまだまだ日本の軍も余裕があったもんですから、4ヶ月ぐらいかな、その戦闘調査作戦という、ここに書いてある調査作戦という戦闘に参加しまして、それから引き上げてくると同時に大東亜戦争が勃発したんだけど、今度は香港の方に一歩、シナ軍をこっちへ引き寄せて、香港の戦闘を有利にしようという作戦が、で、今度また、わずかな兵力を、それで、いろんな物資ももう、急いでくるもんですから、やって、その、調査まで占領したもんですから、そこをまた警備せずにもう引き上げるのはまとんところにやってます。その時にはだいぶ犠牲者も出しましたが、私の部落の先輩もその時に戦闘艦でおい死ぬ服を登場先輩言ったら、で、これ今度戦闘がきついよ、気をつけなさいよって、で手を取って別れたんですが、その夜に東次郎先輩が戦死して、そんなこともあったんですが。